はいどうも、アシロチャンネルです。本日は大阪に来ております。本日はスポーツ桜井さんにお邪魔してるんですけど、今回スポーツ桜井さんが水野とコラボしているグラブっていうのがあるということで、今回そちらを特集していこうかなと思います。で、以前ゴリスポが2018年モデルを紹介したんですけど、今2019年モデルがリニューアルして出てるということで、今回はそちら、そして他にも置いてあるメーカー見ていこうかなと思います。じゃあ早速グラブコーナーに行きましょう。はい、中に入りまして、まずグラブコーナーということで、今入ってすぐなんですけど、ここが少年軟式コーナーがあります。で、今回の紹介するグローブが硬式用ということで、まずこれ少年軟式用があるんですけど、こう入ってきて、ここまでが少年軟式で、ここから一般軟式に変わります。で、裏側にこっちがソフトがあったりとか、徐々にこう世代として上がっていく感じで入ってきまして、ここに来ると、まあ、軟式の最上級のプロステとか、あとは、あんまり自分見たことないですけど、ファイヤーズとか、まあ、ジームスとかありますけど、あとはスラッガーも置いてあります。で、ちょっとアメリカンというか、日本だとあまりないような、こういうカラーリングの軟式用がありまして、ここから硬式に変わります。で、この辺がグローバルエリートのゴールデンエイジ。手が小さいやつですね。中学生、小学生が使うような硬式用とか、グローバルエリート。プロエッジ。SSK ですね。あとアシックスで、もう少しこっちに来るとウィルソン、アディダス、ファイヤーズ、ザナックス、ワッペ、ゼット、あと IP セレクトですね。 IP セレクトもありまして、ここです。今回この一角かな、この棚が今回自分が紹介したいスポーツ桜井さんの水野のコラボ商品ってことだ。自分らが紹介したのが2018年モデルで、ゴリスポが確かファーストミッドを片付けしました。で、今回内野、外野、ピッチャー、ミッド類もこんな感じでありまして、他のやつと比べるとラベルがちょっと限定というか、スポーツ桜井さんコラボっていうことで、で、公式用で25ぐらいですね。公式用で25、公式用っていうと、まあ、5万6万ぐらいの価格だと思うんですけど、話を聞いたところ、公式を始めてすぐ、まだポジションが確定する前とか、あとは内野もやって外野もやるとかのサブポジ用とかで2個目として有効的な価格となっております。で、結構サイズとかカラーもありまして、ピッチャー用だけでも結構ウェブと色を違いますね。ナチュラルライム、ナチュラルライムとスプリンテッドオレンジ、ブラック、あとナチュラルもありますね。で、ウェブの種類もこれとか、これとか、結構おしゃれな感じもあります。内野用はこの辺ですかね。正直変わった感じ、公式の4万5万ぐらいしてもおかしくないような感じ。ちょっと中もちょっと日本だとあんま 見ない感じですよね。水野って入ってるだけっていうオリジナル商品となっております。こういうのもありますね。昔の井端コーチが使ってたような中日時代のとか、あとは坂本選手型みたいなやつ、あとこれとは違う感じ、微妙に。で、こういう感じで、あと外野用、はい、外野用ですね。外野用とか 18N の外野用と、あとミッド類、まあ、公式なんでしっかり硬い感じ、そしてずっしりしてる感じがありますが、まあ、公式で2万5000っていうとなかなかお目にかかれないと思います。で、キャッチャーミット、はい、あと上の段に左用ということで、左ピッチャー用と左の外野用かな、その辺が並んでおりまして、各揃えておりますね。ブラック、スプリッテッドオレンジ、ナチュラルライムとなっております。で、こっちが、隣が水野プロっていうことで、どういう感じでこのスポーツ桜井さんコラボを購入するか、まあ、使い方としてなんですけど、例としてあげると、例えばピッチャーをやりますという選手がいるとします。ピッチャーをやるとして、試合とかで使うピッチャー用を購入する。で、例えば、まあ、ショートもやると、2試合目とかショートもやるって時に、こちらの、まあ、2万5000円の水野プロ2個は買えないけど、まあ、練習用とかサブポジ用でショートもやるという時に、こういうセットで買うとだいぶ値段も抑えるかなと思います。あとは新チームになって外野もやるし、キャッチャーもやるという時に、まあ、これ2個で5万円ぐらいということで、そうやったら、まあ、両方ポジション練習できるっていうところに生きてくるんじゃないかなとなります。で、自分はこのシリーズ初めて触ったんですけど、ゴリスポが動画で紹介した時に、まあ、革質どうなんかなと思ったんですが、結構固めですね。固めで薄くはない。で、公式の本当に練習用として最適な硬さかなと思います。まあ、結構薄くてペラペラタイプがいいって人もいると思うんですけど、どっちかっていうとこれカッチリしてるタイプで、重さは本当に標準ですね。自分が触ってきたいろんなメーカーの中では標準ぐらいの重さです。重すぎず軽すぎずという感じで、あとまあステッチとかも水色とかでいろいろおしゃれになってますね。で、こちらが軟式用になるんですけど、スポーツ桜井さんのオリジナルオーダーということで、オンクラウド9っていうのがあります。で、サンプルがこちらにありまして、こちらが湯もみ加工サンプルということで、内野用です。これがこういう感じの内野用と、あとピッチャー用、オールラウンド用と、キャッチャー、ファースト、そして外野と
なっております。でこれが軟式用で19,900円プラス税ということで、でいろいろオプションはあるんですけど、ラベルの位置とか、あと刺繍は3箇所まで無料で、配色は何色でも OK っていうことで、遊び心ができると思うんで、この辺とかだと分かりやすいと思うんですけど、3色で刺繍を1、2、3、これで4箇所になるんで、4箇所目からはプラス1000円ということになるそうです。ファーストミットですね。でこれがキャッチャーミット、結構公式に近いような顔かなと思います。結構硬いですね。はい、というわけで本日はスポーツ桜井さんで、こちらの自分が気になっていた水野とスポーツ桜井さんのコラボ商品のグラブを紹介しました。まあ値段がまず公式用で25っていうのがかなり目玉だと思うんで、これからチームが変わったりとか、もしくはサブポジションで練習する時とかのグラブに使っていただけるといいかなと思います。まあ実際にお店ではめてみて、どういう革質なのかなとか、まあ大きさとか型、結構種類ありますので、そちらをチェックしていただけるといいと思います。はい、というわけで今回は大阪でのスポーツショップ巡り、スポーツ桜井さんでこちらのグラブを調査する動画でした。他にもまた面白いグローブ等ありましたら紹介していきますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。よし。そしてもうすぐ夏ということで、我々の T シャツも販売しております。こちらの T シャツ1枚から購入できますので、動画の概要欄からチェックしてみてください。そして6月のプレゼントはこちら、野球道具の詰め合わせのセットになります。こちらはバッティング手袋をはじめ、アームスリーブなど、自分が若者目線で商品を選ばさせていただきました。こちらをチャンネル登録、コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。よろしく。